どうもこんにちは、新代理メンバーのすずです。今日はですね、初出演の25卒のケンティに来ていただきました。ケンティ自己紹介お願いします。専修大学3年生経営学部の細野健人と申します。本日は何もかんないで稲山さん、どうも、ね、よろしくお願いいたします。お願いします。どうもこんにちは、稲山です。はい、稲はサマーインターンで商社、コンサル、外資、メガバンともいろんな業界のトップ企業合計13社に参加されたということで、今日は稲に来てもらって、まだ何も始めてない25卒就活生が24卒の先輩にまず何から動けばいいのかっていうのを聞いていく企画です。今4つあるんだよね、今日ポイントが。はい、今日4つあって、はい、そう、まず最初にスタートラインに立ってない人がスタートラインに立つ方法を最初に話して、で次にエントリーとかの、まあ、準備の方法を2つくらい話して、で最後に、まあ、なんか就活とか面接の熟練度をもうめちゃくちゃ上げてくれるような心構えが2つあるんで、それを話していければなと思います。まず1個目教えてください。はい、でまず最初にやってほしいことは、まあ、就活用のメールアドレスを作る。もうこれは絶対にやったほうがいいですね。個人用のじゃダメなんですか？個人用は絶対にやめたほうがいい。自分の個人的な連絡と企業からの就活のメールがもう混ざって、僕はそれで死ぬほど後悔してます。今日これ終わったら Gmail 作りましょう。作ります。そのメールアドレスでも就活用のサービスにもひたすら登録してほしくて、僕が登録してたのがワンキャリアと外資就活とジョブ TV とエンカレ、まあ、この4つに登録してました。まあ、皆さんも自分の登録したやつとりあえず片っ端からまあ登録しておけばいいかなと思います。あと、そう、旬ダイアリーの登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、そういったサービスに登録した後にネットでまあ就活初心者とか就活始め方って調べて、出てくる記事を10個ぐらい読んでくれれば大体の知識がつくんで、まあスタートラインには立てるかなと思います。ってことで、まあメールアドレス作って登録して調べる、で記事めっちゃ読む、でこの3つさえやってくれれば最低限のスタートラインは立てる気がしますね。ありがとうございます。ステップ2は何ですか？ステップ2は、まあ、こういった準備が終わったら ES をまず書くってことをやってほしいですね。で具体的には学生時代頑張ったことがガクチカと就活の軸を、まあ、大体400字ぐらいでまとめられるように書いた方がいいと思います。いや、とはいつもやっぱ書き方とか分かんなくてどうすればいいですか？じゃあまず学級地下の書き方から説明すると、まあ、いきなり400字書けって言われても絶対書けないと思うんで、まあ、自分の学生時代頑張ったこと、まあ、一つトピックがあると思うから、その要素をひたすら箇条書きで、まあ、羅列していくっていうのが一番最初にやった方がいいことで、例えばドキュメントとかでもいいし、僕はあのマインドマップっていうのを使ってたんですけど、例えばアルバイトの学地下とかをもうひたすらいろんなこと書いていく、思い当たること全部書いていって羅列して、でそれを400字にまとめるっていう作業をすれば大体書きやすいんで、そんな感じで、はい、書く力をやった方がいいです。次、就活の軸なんですけども、就活の軸は、まあ、初め何書けばいいか分かんないと思うんで、就活の軸、テンプレってネットで調べて、大体3つぐらい自分の軸っぽいなと思うのを引っ張ってきてください。それをどんどん自分なりに更新していくって作業をするのが一番手っ取り早いので、まずは叩き台をネットから引っ張ってくるっていうのがおすすめです。どうしても探すのがめんどくさい人は、まあ、僕が最初に使ってた軸3つを参考にしてくれればよくて、成長産業であることと挑戦できる環境があること、あとは顧客と直接対峙できること、でこの3つを、まあ、僕は軸として掲げてたんで、まあ、皆さんもぜひめんどくさかったら使ってみてください。確かにテンプレいっぱい出てくるから、ね、はい、いろいろあるよね。はい、だからそこで自分に合うやつ探してみて、それをまず3つ軸掲げてみましょう。わかりました、ありがとうございます。じゃあ次、ステップ3、はい、ES を書いたら次は企業を知ってエントリーをしてほしいですよね。僕たち学生ってもう本当に会社のこととかさっぱりわかんないじゃないですか。特に 2B の企業とかもさっぱりわかんないと思うんで、企業説明会に片っ端から応募していろんな業界の知識をつけるっていうのがまず最初にやった方がいいことです。でもどうやって探せばいいかわかんなくてどうすればいいですか？はい、一番手っ取り早いのは、まあ、JobTV ってやつを使うことなんですけど、だいたい1000社ぐらいの説明会がもうそのままポンって載ってるので、それを倍速で見たりして自分の気になる業界とかおすすめで出てくる企業のことの説明会をもうひたすら見るっていうのが一番早いやり方かなと思います。ありがとうございます。使ってみます。であとは、まあ、自分の名前の知ってる有名な企業と、まあ、そこで見て気になった業界とか気になった企業にとりあえずエントリーを出しておくっていうのがやった方がいいことですね。今何社ぐらいやったの、企業説明会？僕はまとまってる説明会とかもあるんですけど、6月末とかまでは多分100社ぐらいは見て、そのうち30社ぐらいにエントリーしたっていう感じですね。頑張ろう。頑張ります。はい、俺就活しかしてなかったんでね。すごかったよね。はい、夏どれぐらい就活してたんだっけ？夏休みある期間の6日間以外は全部就活してた素晴らしい素晴らしい。
じゃ次受かるためにどうすればいいんだ。そう、エントリーし終わったら選考に受かるために面接の練習と SPI の練習と、まあ、グルディスの練習とか量をこなす系の練習をひたすらやってほしいですね、うん。でも面接練習って自分だけじゃできないしちょっとめんどくさいんですけど、どうやればいいですか。まあ、練習めんどくさいって気持ちめっちゃわかるんで、とりあえずエントリーして先に予定を立てておくっていうのがもう個人的におすすめですね。とは言いつつそこもめんどくさい人めっちゃ多いと思うんで、いろんなスカウトサービス使って ES とか Web での免除の最初から面接を受けられるようなスカウトをもらってそこで練習するっていうのが一番いいやり方だと思うんで、これやった方がいいですね。あっちからオファー来て場数めっちゃ踏めるならめちゃくちゃいいと思います。で先に予定立てたらもうそこからはあとはもう本当にネットで調べるとか自分の知ってる社会人とかサークルの先輩とかにアポ取って練習をするっていうのがやるべきことだと思うんで、まあ、練習の具体法についてはもういろんなところに載ってるんでそれを見てくれればと思います。じゃあ最後、意識編、はいはい、どういう意識で就活に挑めばいいのか、はい、稲葉先輩教えてください、はい、僕がサマーインターンにめっちゃ頑張っていろいろ合格できたのはこの2つのことを意識したので、1つがアップデート主義っていうのと、もう1個が壁打ち主義、もうこの2つさえ意識してくれれば大丈夫です。え、アップデート主義って何ですか。アップデート主義っていうのはもうコロコロ変わることを恐れないでほしいってことで、就活してると自分の就活の軸とか学知化とか価値観とかが大体言語化できてこれでいけるんじゃないかなって思って、まあ、自分の面接に持っていくんですけど、それはボコボコにされるわけなんですよね、でそこで、まあ、気がめいるんじゃなくてアップデートする機会もらえたんだなと思ってまたアップデートしてってことで、もうそういった感じで、まあ、前向きに就活に挑んでほしいっていうのがアップデート主義で言いたいこと でだからまあコロコロ変わることがマジで悪いことじゃないってことは本当に覚えてほしい。ありがとうございます。壁打ち主義って何ですか。はい、まあ、壁打ち主義も壁打ちで主義つけただけなんですけども、要は壁打ちをいっぱいしろってことで就活の軸とか打ち方を自分で一人で作っていくんじゃなくて、できたものを必ず人に見せて意見をもらってっていうのを必ずやるようにしてほしい。マジ大事。実際の面接でも実際に他人に見せるわけだから、その意見を先にもらっていくっていうのはマジ大事です。確かに。じゃあまずおさらいすると、一つ目は就活のメドを作ってサービスに登録して記事をめっちゃ読み込む。はい、ステップ2、とりあえず学知化就活の軸書いてみましょう。400字はい、たくさん書きます。はい、で、はい、ステップ3、とりあえず企業にいろんな企業エントリーしましょう。説明会受けまくりましょう、で、ステップ4、面接練習、GD 練習、先に予定立てちゃってからいっぱいしましょう。はい、できますか。できます。お、最後に意気込みお願いします。6月はまず Gmail のアカウント作ってたくさん ES 出してたくさん面接練習してもらって、あ、社会の全体像を知ろうかなって思います。OK、です。じゃあ稲葉先輩ちゃんと見ててあげてください。ケンティのこと、成長、できるだけ優しく見守るようにします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、今日の動画はこれで以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。